どうも、斉藤紳士でございます。さあ、えー、今日はですね、コメント欄で、えー、ございました、えー、ディストピア小説ね、デストピア小説を、えー、ちょっと紹介していただきたいというふうにですね、いただきまして、えー、これはいいぞと、えー、いい案をいただいたということで、早速動画にしました。はい、えー。ディストピア小説ってそもそも何ですかと。 ね、ちょっっととと意味が分かりまませんいいいう方もいらっしゃると思います、はいえー、ディストピア小説「ディストピア」っていうのはですね「ユートピア」のですね、えーまあえー、反対語ですよ <laughs>、ねえー。言ってしまえばユートピア、ね、ユートピアって皆さん分かりますかね。あのゴムのこういうやつねやってね人生はゴムのように長い、えー、って言ってねこう引っ張って途中で話してバーンって言ってね「えー、<laughs> よろしくね」ってやるね <laughs> その芸人さんじゃないんですよ。 それでユートピア師匠いましたけども、えー、その芸人さんではなくて、えー、ユートピアというのは理想郷のことですよね。えー、理想郷の反対、えー、つまりまあ反理想郷、暗黒世界なんて言われたりします。ちょっとこれはあんまり良くない世界の話なんじゃないのっていうね。じゃないのっていう、えー、部分ですよね、えー。そういうのを描いた作品、つまり現実ではない世界、しかもちょっとダークサイドな世界のお話。 を書いた小説のことなんですね、えー。で、例えば例を挙げてみます。どういった小説がそのディストピア小説と言われるかというのをね、えー、調べてみましたところ、村田沙やかさんの消滅世界。ね、えー。こちらはですね、夫婦間の性行為が近親相関と考えられ、セックスや家族の概念が消滅した世界を書かれているという。はい。えー、まあ、なんでしょうね。パラレルワールドのようなものでもありますよね。一種ね。こんな世界がもしあったらという。 それからですね「オルダス・ハクスリー著素晴らしい新世界」という作品もディストピア小説でございます。はいえー、26世紀のロンドンでは胎児は工場で生産しフリーセックスが奨励されていたと。何でしょうね、まあ、そういう系の話が多いのかっていうのも一つ <laughs> あるかもわかんないですけどもね、えー。そしてやっぱりディストピア小説といえばこれが出てくるでしょう。えー、ジョージ・オーウェルの1984年というね。えー こちらはですね、独裁者ビッグブラザーによって支配されている全体主義国家のオセアニアが舞台。国民の言動はすべて監視され、思想や結婚なども統制されていた。心理省記録局に勤務するウィンストンは、そんな体制に異常を感じ、不信感を抱いているが、というね。やっぱこれ名作ですから。これは面白い作品で、ディストピア小説といえば、ジョージ・ウォーウェル。ね、1984年という。 作品でございますよね。それからこれ意外だったんですけども、えっと、アントニー・バージェスの「時計仕掛けのオレンジね」ね映画でもう有名ですよねスタンリー・キューブリック,リックのね、えー、なんですけれどもこれ実は小説ちょっと違うらしいんですよ話の内容がね。えー これはすべてを徹底的に、えー、管理された社会の中で15歳のアレックスは仲間と共に欲望の限り暴力などを繰り返していた。しかしある時仲間に裏切られたアレックスは一人警察に捕まってしまいというお話なんですけれどもお、これね、小説は全部で21章あるんだそうですけれども、えー、ラストの部分はですね、 映画ではその小説にあるラストシーンというのがないんだそうなんですね。だからやっぱ小説読んでみないとわからない部分っていうのがあるんだそうです。はい。え、それからですね。小屋田夏樹さんのリリース。これは徹底した完全男女同権社会の国、オーセル。オーセルではジェンダーフリーが確立し、同性婚や性子バンクは国営化されている。また、男性は全員性子バンクに女性は大全員代理母に登録していたという。こういう話非常に最近は多いのかもわからないですね。 えー、そして続きまして、カズオイシグロのですね、私を離さないで、はい、これはあの面白かったです、非常に、はいえーこれは。これもディストピア小説なんですね、えー。外の世界とは完全に隔離されている施設、ヘールシャム。そこではなぜかあ図画工作の授業に力を入れており、健康診断が毎週行われている。まあ、これはあの臓器提供のために作られたクローン人間のね、えー、お話なんですね。それがまあ 後で分かってくるんですけれども。それから、スラフランツカフカの審判。はい。えー、主人公のケイはある朝突然逮捕される。ケイはなぜ自分が逮捕されたのか理由を探りながらも、普段通りの生活を送る日々だった。そんなある日、2人の紳士が訪ねてきてという、えー、カフカらしい、えー、お話でございますけれどもね。えー、それからこれ、前、ここの動画で、えー、紹介しましたけど、ウィリアム・ゴールディングのハエの王ですね。えー これは無人島に取り残された少年たちは協力し合いながら生きていたと。ところがある時リーダーが決まり、ルールができ、グループの対立に発展、やがて激しい対立が起こりという。 極限状態の人間はどうなるかという。まあ、これもある種のディストピア小説ですよね。その世界になったらどうなるかというお話でございます。それからジョージ・ウォーエルの動物農場もディストピアですね、えー。人間たちに家畜として搾取されていると気づいた動物たちが人間たちを農場から追放するお話でございますからね。これも面白いディストピア作品でございます。はい。えー、というようにですね、えー、割とたくさんあると思います。まあ、要はもう絶望的な 今この世じゃない世界っていうのを描いた作品ね。僕なんかクチュクチュバーン、吉村万一さんの、もうディストピア小説なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、えー、まあそういうような、本当はない世界なんだけれども、えー、その世界を描いた作品、少しダークサイドなというね、えー、のがディストピア小説というものでございます。皆さんね、ぜひ読んでみてはいかがでしょうかね。ひょっとすると今我々が生きているこの世界が、 いつししかかディストピアになるかもしれませんそれではまたなんかタモリさんみたいな終わり方をね、えー、すいませんしてしまいそうになりました危ないです。<laughs> 普通に終わりたいいいと思いますはい、というわけで今日は以上でございますどうもありがとうございました。